はい、どうも皆さんこんにちは、翔くんです。今回はですね、急速アップをしたい人は、今すぐやるべきことという内容について、話を進めていきます。僕の方はですね、普段ですね、理学療法士として勤務していまして、まあ、休日にですね、中学校の硬式野球チームの方で、まあ、トレーナー活動をしています。その中でですね、怪我に苦しむ選手とか、あるいはですね、パフォーマンスがなかなか上がらないという選手に対して、多数サポートの方を行っています。で、その中でですね、急速アップに苦しむ選手っていうのも多数いまして、まあ、そういった選手にもですね、多数アプローチしてまして、まあ、結果としてですね、急速アップを成功させることができています。それではですね、次にこの動画を見るメリットについてお伝えしたいと思います。でまずですね、この動画を見るメリットに関しては、3つあります。1つ目、今日から実践できる、急速アップに必要なことについてですね、理解することができます。で2つ目ですね、この内容を理解することができて、まだですね、この内容っていうのが、急速アップについて、どう関係しているのかっていうのを、理解することができます。はい、そして3つ目ですね、この急速アップに関する内容を理解することができて、あなたはですね、明日から、試合で活躍することができるようになります。これらのことからですね、この動画を見る価値っていうのは、十分にあると思います。ここでですね、一つ皆様に、質問なんですけども、あなたはですね、普段、思うようなボールを投げれていますか？試合で相手打者から、奪三振を山のように取っていますか？おそらくですね、この動画を見てる方っていうのは、相手打者から、三振をですね、バッタバッタと取って、奪三振王になりたいと、こう思ってる方多いんじゃないでしょうか。そういった方ですね、ぜひ見ていただきたい動画となっていますので、最初からですね、最後までしっかり、目を離さずに、見ていただければなと思っています。はい、ではここから、本題に入るんですけども、結論ですね、急速アップをさせたいのであれば、股関節のトレーニングを、するべきだと思います。で、皆さんこれ想像してほしいのが、投手ですね、有名な、大谷翔平選手だったりとか、あとはダルビッシュ選手ですね。日本で言ったら、千賀投手だったりとか、あるいは山本由伸投手ですね。これらの投手もですね、非常に、股関節の使い方、股関節の、筋力っていうのが、非常に強いです。でこの、股関節を、しっかりと、使える筋肉があることによってですね、重心移動が、スムーズに、することができますんで、ああいった選手のようにですね、ここでブリリーズの時に、しっかりと、力を伝えることができるようになります。でここからですね、まだあまりピンと、来ていない選手のためにですね、具体的に話をしていきたいんですけども、あなたはですね、普段、力いっぱいですね、投げていい球を投げれていますか？結論言っちゃうと、リリースの時に、しっかりとですね、力を伝えたい場合ですね、こうやってやみくもに力を入れて、投げてもですね、いい球っていうのはなかなかいかないです。その要因として、先ほどですね、股関節のトレーニングを、しっかりしましょうっていう話をしたんですけども、じゃあ実際どういう風な、筋肉が使われてて、どんな、動作の中で必要になってくるのかっていうのを話していきたいんですけども、まず足を上げてですね、重心移動をするときですね、まずですね、この右足、右投げの場合ですね、右足を考えていただきたいんですけども、右足の時に重心移動をしていく時に、右足を外側ですね、外側に後ろ方向に蹴るお尻の筋肉と、あとはですね、この時に地面を蹴る時の、太ももの前ですね、太ももの前の筋肉、この2つが、メインで使われます。そしてですね、踏み出し足、左足ですね、を地面につく直前ですね、この時には股関節の内側、内ももですね、内ももの筋肉と、先ほど説明した足を外側に持っていくお尻の筋肉が、重要になってきます。で逆にですね、踏み出し足、左側の話をすると、
まあ、足がついてからですね、左足がついてから、まあ、先ほどですね重心移動をしてきたパワーをですね、なんとかこう指先に伝えていかないといけないので、しっかりと踏ん張る必要がありますね。この踏ん張るときに内ももですね、左足、踏み出し足の内ももと左足の膝を伸ばす筋肉ですね、太ももの前の膝を伸ばす筋肉を、まあ、しっかりと使ってですね、このリリースを迎えるっていうことになります。なのでですね、この股関節周りの筋肉、先ほど説明したような筋肉をですね、まあ、鍛えることがですね、球速アップに、大きく関係していきますので、ぜひやっていただきたい、内容になっています。はい、では先ほどですね、股関節の、トレーニングを、まあ、した方がいい理由について話していきましたけども、実際ですね、股関節のトレーニングを行うメリットとしては、まあ、やはりですね、重心移動の時に、まあ、しっかりと、パワーを、まあ、つける、力を指先で伝えるためにここでパワーをつけるために、まあ、大きくは、まあ、ここが必要になってくるのかなと思います。まあ、よくね、股関節の、まあ、使い方は僕もその話をしますけども、まあ、使い方いくら分かっててもですね、そもそものお尻の筋肉っていうのが弱いと重心移動の時のパワーもつけられませんし、リリースの時の踏ん張り、左足の踏ん張りですね、これもね作ることができないので、まあ、結果リリースで力が入らないイコール球速アップにつながらないっていう風になってきます。まあ、当然ですね、この重心移動の時にはこの軸足ですね、お尻の筋肉で重心移動を加速させます。でそれに対して、まあ、その力をですね、踏み出し足の内ももですねでしっかりと踏ん張ってリリースの時の力を、より、効率よく伝えることができるようになります。まあ、重要なことはですね、まあ、これらの筋肉を、まあ、適切に鍛えてですね、それぞれのポイントで、まあ、しっかりと、まあ、働くように、まあ、筋肉に学習させることが大事になってきます。はい、それでは実際に股関節のトレーニングを、やっていきましょう。
はい、ということで股関節のトレーニング、やっていきましたけども、皆さんご理解いただけましたか。このトレーニングをですね、行うことで、急速アップにつながりますんで、ぜひマスターしてですね、自分のものにしていただければなと思います。今後ですね、皆さんが疑問に思っていることとか、分からないことっていうのを、動画に上げていきますんで、明日の概要欄の方からですね、公式LINEの方に登録していただいて、メッセージを送っていただければなと思います。最後にですね、この動画がいいと思った方は、チャンネル登録と、高評価ボタンよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。